おはようございます。ここはどこかというと富山地方鉄道の宇奈月温泉駅。北陸観光フリー切符の旅4日目はこの駅から始めていきます。ちょうど元京阪3000系の1030系が駅を発車していくところだぜ。第2編成のみが2階建て車両を組み込んだ京阪特急色、それ以外は2両編成の新塗装色になっているそうです。せっかくなので駅周辺を少しだけ散策。宇奈月温泉でも和倉温泉同様に陰線がありました。隣にあるのは足湯かな。温泉街の街灯の上にはトロッコ電車のモニュメントが設置。また宇奈月温泉に来る機会があれば、今度はトロッコ電車にも乗車してみたいです。昨夜に雪が降ったのか、山頂は雪をかぶっていたぜ。ちなみに宇奈月温泉駅ホーム上にも足湯があるそうです。電車を見ながら足湯に浸かるってのも楽しそうだな。富山地鉄との乗り換え駅である黒部宇奈月温泉駅まで来ました。新幹線の発車時刻まで時間があったので、タイミングよく入線してきた14760型を撮影。雪国の鉄道の特徴、スノープラウも装備されているな。今日の日付は12月24日クリスマスイブ。駅構内は階段や横断幕がクリスマス仕様になっていました。それで箱の駅からは北陸新幹線に乗車して一駅隣の富山駅へ。愛の風富山鉄道線も黒部駅以前はフリー区間内でしたが、新幹線を使った方が早く富山駅に着けそうだったのでやめました。黒部駅というのはここから約4キロ西にある駅。富山地鉄で4駅進み、さらに1キロ歩く必要があるんだぜ。黒部宇奈月温泉駅を発車。ちなみに乗車したのは E7 系でした。これもロゴマーク見るよりも車内チャイム聞いてわかったぜ。乗車前にロゴマークってなかなか見ないですよね。ロゴマークとか方向幕は見るとしても下車後だな。富山駅はここから北陸新幹線だと10分間の距離。並行する在来線と比べておよそ3分の1の時間です。今回も乗り降り自由対象内の自由席車両に乗車。途中駅からでも余裕で座席に座れました。たった一駅だし空いてなかったらデッキでもよかったんだけどな。路面電車南北直通に向けた工事中の富山駅前に到着。現在停車中の列車は1編成のみの521系3次車かな。ライト形状が225系100番台と似てるんだよな。北陸新幹線の次に乗車するのは富山ライトレール。この路面電車に終点の岩瀬浜駅まで乗車するぜ。富山駅北停留場を発車。この停留場は3月21日の南北接続開始に伴い廃止されました。この時は富山駅から地下通路を渡ってくる必要があって、乗り換えが少し不便だった印象だぜ。現在は南北接続により乗り換えが便利になっているようですね。奥田中学校前電停付近でラッピング列車とすれ違い。富山ライトレールは富山駅北停留場から、奥田中学校前電停まで路面区間を走行した後、この電停から終点岩瀬浜駅は鉄道専用路線を走行します。走行速度も路面区間と比べて速くなるんだよな。今画面に映っている黄色い信号が路面電車用のものですね。車内が混んできたので終点の岩瀬浜駅までカット。ライトレールに関しては袋でしっかり映そうかなと思います。折り返し富山駅北行きの列車を岩瀬浜駅で撮影。ここ岩瀬浜駅からは路線バスを使って、2日目に行った海王丸パークに行くこともできるようです。海王丸パークライトレール接続線といって、土日祝日のみ運行されているようだぜ。岩瀬浜駅停車中に乗ってきた列車の写真を数枚撮影。富山ライトレールはこれで完了だな。岩瀬浜駅から歩いてすぐの有名撮影地。ここの撮影地ではライトレールと立山連峰を撮影できます。晴れていれば綺麗に見えるのだろうけど、今日は雲が多くて山頂以外は見えなかったな。なんか黒姫行った時も雲でこんな感じでしたよね。岩瀬浜駅到着後は、江戸時代初期から日本海を行き来する北前船の港町として栄えた岩瀬エリアへ行きました。国指定重要文化財森家、出羽ガイドさんの案内で見どころを楽しく見学できたぜ。レトロな建物が並ぶ岩瀬エリアを散策した後は、歩いて富山ライトレール東岩瀬駅へ。この駅には旧 JR 富山高専の駅舎が唯一残っています。この木造駅舎は休憩所として利用することができるぜ。白い壁に青の駅名標ってのもなんか国鉄感がありますよね。東岩瀬駅の魅力は現存する木造駅舎の他にもいろいろ。
路面電車のホームは高さが低いのに対して、JR 時代のホームの高さはかなり高くなっています。路面電車と普通電車の車高の差を実感できる駅だぜ。この駅は2面1線の千鳥式ホームで、岩瀬浜駅方面のホームはここよりも少し先にあります。富山駅北行きのポートラムに乗車。一駅隣の大広田駅では岩瀬浜駅と行き違いをするぜ。全部で13駅の中で交換可能駅は4駅でした。現在乗車している富山港線はもともと普段鉄道が開業させた路線。普段鉄道は1941年に富山電気鉄道に吸収合併。1943年1月には富山電気鉄道が富山地方鉄道に社名を変更。しかし5ヶ月後の1943年6月、富山地方鉄道普段線は国有化され、国鉄富山港線となりました。国鉄民営化後は JR 西日本の路線となったが、2006年3月1日をもって JR 富山港線は廃止。同年4月29日から富山ライトレール線として営業を再開したんだぜ。そんな富山ライトレール富山港線でしたが、2020年2月22日には富山地方鉄道に吸収合併。この路線は約76年8ヶ月ぶりに富山地方鉄道の路線となったのでした。現在は富山駅南北接続事業によって富山機動線との直通運転が行われているぜ。3月21日に駅名変更をした大広田駅、蓮町駅の2駅にも停車をして城河原駅に到着。この駅にはポートラムの車両基地があるようですね。車両基地には装備車の TLR608 編成が停車中だな。前面窓にはグッズ案内の張り紙が貼ってあって、前面展望は見えにくい印象でした。運賃は全区間均一で大人料金210円。パスカというのは、富山ライトレールによって発売されている IC カードのことです。奥田中学校前駅に再び停車。JR 富山港線時代はこの先正面の道路を縦断し、富山駅まで線路が伸びていたようです。ここからは JR からポートラムに変更する際に、新しく敷設された 1.1 キロの軌道区間を走行するぜ。奥田中学校前駅発車後しばらくは併用軌道復線区間。400メートルほど走行した後に再び単線区間になります。単線に戻る際は自動車の進路と平面交差をするんだな。おそらくですが橋の片側を工事しているからでしょう。工事が終了すれば路面電車が道路の中央を走行。互いに進路を横切る必要はなくなりそうです。この場所には新たに永楽町電停が設置されるようだぜ。東岩瀬駅から30分弱で終点富山駅北停留所に到着。この停留所はホーム周辺だけ軌道が緑化されてますね。現在ではこのまま正面の富山駅の下をアンダークロスし、富山駅南部へ行くことができるんだぜ。夜の特急飛騨のことも考えて15時前に遅めのお昼ご飯、富山駅で海鮮丼を食べることにしたぜ。美味しかったです。昼食の後は2時間ほど時間があるので富山地方鉄道へ乗車するのは左側の10030型普通名月温泉駅。発車待ちの間になんと京阪特急食の第2編成が入線してきました。富山地鉄で見たかった車両に最後に遭遇できてよかったぜ。この10030型の第2編成には2階建て車両が組み込まれていて、ダブルデッカーエキスプレスとして運行しています。車体には京都三大祭りの一つ、時代最行列絵図が施されているぜ。上市駅方先頭号車には、テレビカーの文字もありました。電鉄富山駅を発車。この時間からフリー切符を買っても時間がなさそうなので、越中荏原駅で下車して地鉄電車を撮影することにします。写真撮るなら光線が持ってくれるといいけどな。ちなみに富山地鉄はフリー区間に入っていないので、越中荏原駅までの乗車券を購入する必要があります。距離が5キロ弱、片道運賃が320円だったぜ。運賃は結構高かった印象だね。そして次の停車駅の稲荷町駅。その駅には車両基地が併設されていて、元西武レッドアローの10610型も停車していました。元レッドアローも取りたかったけど車庫にいたのなら難しそうだな。10610型は指定席車両に号車を組み込んだ3両編成で、アルプスエクスプレスとしても運行してるんだぜ。今度また富山地鉄に乗車する機会があれば、これらの観光列車にも乗ってみたいですね。特急運行時でも1号車と3号車は非臨席車両になるようです。電鉄富山駅から約10分で越中荏原駅に到着。この駅では対向列車と行き違いを行うんだな。
少し後に京阪特急食が通過すると思うのでそれを狙ってみます。というわけでやってきたのは富山地鉄常願寺川橋梁。背後の立山連峰は雲で隠れてしまっているな。1時間ほどいる予定なので晴れることを願いましょう。常願寺川というのは立山連峰から富山湾を結ぶ一級河川。春にはきっと立山の雪解け水がここを流れるんだろうな。少し場所を移動して1万30型の第一編成を撮影。背後の雲も移動して立山連峰が見えるようになってきたな。これはこの後にかなり期待できますね。古墳を。なんと雄大な立山連峰が顔を出してこの景色。すごい。とにかくすごいです。この景色が見れるなら何時間でもこの場所にいられるぜ。構図を変えて同じ列車でもう一枚。夕方特有の光線が車両には照りつけ、背景には雄大な立山連峰。最後の最後に最高の場所に来れたんだと感じます。2本続けて 14,760 系の電鉄富山行きが通過。やっぱりこの形式はこの塗装が似合いますね。先ほどの電鉄富山行きの通過から5分後にも電鉄富山行きが通過。この時間は富山行き列車ラッシュだったな。次はヘッドマーク付きの 14,760 型の立山行き。日も暮れてきたからもうそろそろ最後かな。締めは京阪特急色の1万30型。立山連峰が夕日に染まって綺麗ですね。この旅最後の思い出の写真になったぜ。ちなみに撮影地は越中荏原駅から徒歩10分で行くことができます。再び富山地鉄に乗車して電鉄富山駅へ。飛騨の発車20分前に富山駅に到着予定ですね。結構ギリギリになってしまったな。富山駅から乗車するのは特急ワイドビュー飛騨20号名古屋駅。4日間お世話になった北陸地方ともついにお別れだぜ。富山駅発車時にはワイドビューチャイムを推命。1ヶ月くらい前に指定席券を発行して、富山駅から高山駅まで全面展望が見えるようにしました。高山駅からは前に増結するから中間車になるんだよな。ワイドビューチャイムの後に JR 西日本の案内は新鮮ですね。全面展望ですが、周りは真っ暗で1くらいしか見れませんでした。一級河川の神通川橋梁を通過。神通川にはこの付近にたくさんの鉄道鉄橋がかかっていて、右横の福泉トラス橋を愛の風と山鉄道センター、左側を北陸新幹線が通っています。真っ暗で高山本線のトラス橋しか見えないぜ。 JR 西日本と JR 東海の境界駅、井の谷駅に停車。高山本線もこの駅まではフリー区間だったんだよな。この駅を発車すると列車は富山県岐阜県県境を通過します。ここから木曽川橋梁まで岐阜県を高山線で横断するぜ。君の名は、の聖地にもなっている飛騨古川駅に到着。進行方向右側のホームに入るんだな。富山駅から約1時間30分で高山駅に到着です。右側には見慣れた車両が止まってるな。ちなみに富山駅から名古屋駅の所要時間は3時間49分。起動車に約4時間の乗車となると酔わないか心配だぜ。そして高山駅では前に4両つないで7両編成になります。指定席車両が3両、自由席車両が1両増えるんだぜ。グリーン車はこの列車の最高車10号車の1両。85系引退までに、パノラマグリーン車で高山線を環状してみたいです。高山駅を発車。この列車は前面よりも側面の方が窓が綺麗でした。目の前に増結したことで座席真横に貫通路が出現。車両と車両の間のドアは意外にも自動ドアだったぜ。せっかくなのでヘッドマークの写真も撮ってきました。貫通路に近くてもディーゼルの匂いはそこまで強くなかったかな。乗車した号車の座席モケットは青色のモケットだったぜ。この列車は最近の特急列車としては珍しい自動販売機を搭載。デッキに立って走行音を聞いているのもなかなか楽しかったぜ。長良川鉄道との乗り換え駅、美濃太駅に到着。長良川鉄道305号車とキハ75が停車中だな。
岐阜駅を座席が後ろ向きのままで発車。これにて高山本線は完了です。特急ひだに乗ってしまえばあっという間だったな。岐阜駅の次の停車駅は終点名古屋駅。列車は終着駅に向け後ろ向き走行でラストスパートを決めます。乗車中のひだ20号は終わり一宮駅も通過するんだぜ。ライトアップされた清洲城の横を通過している。名鉄特急パノラマスーパーを追い越している。ワイドビューチャイムを2回鳴らして終点の名古屋駅に到着。チャイムは高山駅発車後にも鳴らしていたぜ。名古屋駅からは313系に乗り換えて金山駅に到着。これにて北陸観光フリー切符の旅は終了です。今までのご視聴ありがとうございました。